すがに5公演はねびっくりするほど疲れた。明日もお仕事があるからね。芸能人みたいだね。ドレス可愛かった、ありがとう。もうこんな感じ、芸能人みたい。もうなんか、あ、私って芸能人かもしれないって思うぐらい。1週間というか来週の土曜日まで、来週だめじゃん、来週の、うん、え、なんだ来週の月曜日までお休みがないから、こうね、いい感じに体力を温存しつつ頑張っていこう。キャンディー素敵です、ありがとう。今よりまあね、ありがたいことですからね、それが本当にありがたい。だってさ、私悩んでたんだよ、初期の頃。こう、他やっぱり初期の頃は結構気にするから、他の子がいろんな案件とか言ってて、私一人で家にいる時とかやっぱり気になっちゃうけど、だからね、忙しいのは嬉しいことよね。見に来てって意味が分かった、そうでしょ。そう、言えないから言わなかったけど、みんなに見に来て欲しかったんだよ、ゆうは。キャンディーするよって。100回目の本もありがとう。ねえ、ラーメン部、ね、2ヶ月間皆さんたくさんラーメン食べていただいてありがとうございました。勝ちました、一面入魂、ありがとう。みんな伝言ゲームやむくなかった、伝言ゲーム、ジェスチャーゲームというか、あのさ、音聞こえないやつ、あ、マジでさ、え企画が崩壊していた、なんてって、ね、ポイント、そのごめんの数もめちゃめちゃ僅差だった。なんかリリーのあれは、あのジェスチャーは何だったんだ、一番最初のやつって何、私答え知らないんだけど。最後のニボニャンしか知らない。最初が何、二つ目が何、アーカイブ楽しみ、あよか、楽しんで12時を待つんだよね、皆さんたくさんラーメン食べてくれてありがとう。
コンプな17人ってすごいね。すごいよね。 KMT にもいるし、コンプいるよいるよ、一面入魂チームのコンプいるよ、来てくれてるよって思って。チコンか、でも全然さ、そう言ってたなっていう記憶さえもないんだけど、聞こえてないからさ。今日急遽当日券で見に行きました。ありがとう、キャンディー良すぎてありがとうね。キムトキャン皆様は ね参加してましたね。おじいちゃんが、おじいちゃんとおばあちゃんしてて、パパもしてたかな。あとママの会社の人とかなんかバレて、もちろん一面入魂でって言ってね、一面入魂チームでね、ママの上司がめっちゃ食べてくるって行ってきましたって。ポキちゃんスタンプ1個。めんどころすがいさんとか枝豆とか、あの一生さんのあのバジルソルトのラーメンとか、いろんな種類食べてはいるけど、スタンプはそうロケで行って食べたけどね。あの一生さん好きだったんだよ、行きたかったな。キャーね、あのグッズ、マフラータオルとかアクリルキーホルダーとか、田辺先生のステッカーとかめっちゃ可愛いでしょ。ねえ、蚊についてたよね、嬉しい。めっちゃ可愛くない？100回目の方もありがとう。カニのイメージが田辺先生に岩のりがいい味出してるでしょ？でしょ？要はそう思うよ。いろいろね、紅生姜とかキクラゲとか卵、長ネギなどなど、いろんなトッピングが乗ってるっていうかデザインされてるから、皆さんもしね、あのマフラータオルを応募してくださった方は見てください。そう、カニかぶってるからさ、わかりやすいんだよね、ゆうなが。最近さらに偉人さんになってきて、お見送りとか緊張してます。あーええー、嘘嘘、ありがとうね。今日ネギ畑いたよ、いたいた、なんかね、いた来てくれてた、ネギ、ネギたち。今日ポニーテール毛先巻いてます。ドレスっぽい衣装に合うように。もうずっと楽しかった。
ちゃ楽しかった。どうだったキャンディ？元気ララ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 エビバリゲット。今私エビバリゲットの担当だった。一人でドキドキしてた。エビバリサーク50cc バイクでちょっとその辺まで。あ、私ここパートじゃない。 iPod でだった。ミュージックお気に入りのカエナ。まさかやると思わなかったよね。ずっと今日は楽しみにしてた。昨日も昨日公演の時もずっとななみさんと確認して、でレーニアさんとかもキス調の音程とかずっと歌ってて、で一番心配だったのはさあの魔法のハモリです。ここ私低音パートをさ散々穴くりでさハモリなんてやってたの。私ハモリじゃなかったけどさ、ハモリとかそういうのやってたのにさ、ポキさ魔法の3文字のハモリでずっと心配っていうか。心配してて、もう妹なんかさ、妹っていうのがもう癖になってるわ。アンナが魔法の方を歌ってくれて、ずっと家でも劇場でも練習してユーハに上パート歌ってもらったりとかしてた。ポキちゃんね、紫のドレスだったな。なんでもよくて、急遽っていうかいろいろね衣装の変更があって緑だった今日。えリーヌが着てたやつ最初そう予定したんだけど、いろいろ変更があって私は紫になりまして、さああの魔法ファイエビバディファイ。ずっともう一回ポケットからはい言ってさあのってずっと。ありがとうアンナ、成功したよ。お色気担当、うん、まあセクシーなので。すごく綺麗だった、ありがとうね。でもさ、ちょっと失敗したことをさ話していい？何？あ、これセクシーだよって言ったやつの絵とんだな。もう何？なんだよ。サインボール、初めて私サインボール書いたよ。サインボールをな投げ、ポギ疲れてるよそりゃ。もう多分こうやってこうやったら寝れる。そう、なんかもうちょっとパッ
でパッてやって1列目2列目ぐらいの方に行けばいいかなって思ったんだけど、あ、そうそう、サインボールは急遽決まった。ななみさんのショールーム見てたでしょ私もさっき見てた。ななみさん好き。こうなんかコントロールができなくなっちゃって、パンって投げたら3列目までシューンっていっちゃって全然なんかコントロールなんてできなかった。誰に投げようとか思ったわけじゃなくて、こうなんとなく手をピッてやって投げた先にいた方が拾ってくれればいいなって思いながら投げたんだけど、すごいなんかシューンって言っちゃった。すごい勢いでキャッチしてた、ごめんなんかって思っちゃったその方文字消えてた。ポキの初サイン、初サインボール。マシヨシの手に渡ったらしい。あ、そうなんだね。もう全然わかんなかった。目の前にいる方にと思ったんだけど。みんなにもいつかサインボール投げてあげる。あげるあげる。パパ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 。KMT とはキャッチボールしたいな。サインボールで。ユナのサインボールなんて欲しいって思うのかな。え、24日昼公演当選したのでポキちゃんだけ見ますね。絶対嘘。でもありがとう。え、欲しいんだ。あんまりわかんないんだよね。こうなんか需要っていうの、自分の優がさ、シャ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 って書いてあるさ、ここに例えばここにさシャシャってサイン書いて、あ、そうだ、みんなさ帰りにさもらった入場者特典のさメッセージカード誰だった？ポキ、ポキだった？ポキ昨日さ配信やめるときにやらなきゃいけないことあるから、これから仕事あるからって言ってさやめたじゃん。あのあとあれ書いてたんだよね。あれ書いて台本確認してキャンディーの歌詞を覚えてあと何があったっけな。うんうん、寝たの4時ぐらい。あれさ、ポキちゃんと最近特に綺麗さがマシマシだなって思ってます。なんか私さすごいさ自分のいいように解釈してコメント読む癖があるんだけどさ、このさ最近特に
綺麗さが押し増しだなって思ってますって書いてあると思って一瞬喜んだら増し増しだった間違えた。でも押し増ししてください。今日はゆっくり寝られそう。それがそうでもなくてですね。まあでもきっとさ、みんなにとってはそれって結構寝てるよって言われると思うんだよね。例えば今日配信あって1時半に寝て2、3、4、5、6、7、8、7時間寝たらさ、だいぶ寝たって思うじゃん。私ダメなんだよ、7時間じゃ。10時間くらい寝ないとダメだから。7時間も寝たらでもね、十分だよね。7時間ではまだ足りない。二度寝したら起きれないぐらいの睡眠というか、なんていうの、寝戻ししちゃうんだよね。土曜日、金曜日の睡眠時間が3時間で、土曜日の睡眠時間が4時間で、日曜日の睡眠時間が4時間半なのね。だからさ、なんかさ、どん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 、あ、やばいやばい、あ、やばいやばいやばい、この3日間やばいって思いながら。そう、明日ラッキーガールの配信。そうなの、そうなの、みんな見てね。はい、あくびしました。あくびはブサイクすぎて見せられない。占いだよ。そうだよ、占いだよ。ショールームは昼とか、昼じゃない、朝、朝でもないけど10時、9時と、9時半過ぎくらい間に合えば9時半ぐらい、その1配信で明日は終わり。夜はできません。楽しみ。クマすごかったらやだな明日。キャンディー一つ。キャンディー一つ。わあ。口に。下のその上で転がすのよ、甘くてちょっと酸っぱい元気。明日19時だったか、19時からかな。明日何時起きるの？8時とか。今日涙袋目立たない。もうなんか目がおかしくね。います、ちゃんと。どうですか、涙袋です。多分今日笑ってないんだよ配信で。全然笑ったらあるけどさ
23日公演当選しました。どっち？夜公演？ありがとう。へへ。ああ楽しみだな。楽しみなんだよ。すごく楽しみ。天使の尻尾可愛かったな。いたずらな天使の尻尾、うわうわどこかに逃げるの、憧れの太陽が眩しすぎる、だからそんな好きじゃないふりして、好きな態度をしちゃうの、遠くから眺め私だけの片思い、トゥルルルルツツツツツツトゥルル。どっちもやりたかった。天使の尻尾でもね、やったことあるんだよ。だからキャンディーですごく嬉しかったな。なんかキャンディー、私が楽屋で歌ってたらレイニアさんとユーハに、ユーナってめっちゃ天使の尻尾のイメージなんだよね、似合うって言われて、最初レイニアさんに、あ、でもあの周年公演でレイニアさんとミハルさんと同じあの白組で天使の尻尾やりましたって、周年公演やりましたねって言ったら、あ、そうだ、だからかってなって、ユーハもその時の天使の尻尾のユーナのイメージがずっとあるらしくて、似合うねって言ってくれて、私キャンディーだけどと思って、キャンディーだけどねって思ったけどね、すごい嬉しかった。そうやってその時の印象が、でもアンナからし、アンナは全然おね天使の尻尾じゃないって言われた、言ってたけどね、あもう全然、あなんか上って感じみたいな。あの逆じゃないって言ってた、曲がマッシーさん、レニアさん、ユーハの一面同体の方は天使の尻尾で合ってるし、一面入魂はキャンディーで合ってたって、その曲がなんか逆だとなんかちょっと、いや可愛いしとっても素敵なんだけど、なんかんっていう感じするんだよねって、その3人だったらこっちだなっていうのがすごく、あ今回の曲合ってるって言ってた。どう思う？それは逆だったらちょっと多分ユーナが天使の尻尾に合わないっていうことなんだと思うんだけど、アンナの中ではね。逆でも全然問題ない？あ、本当？ユーはね、全然わかんない、そのどっちがどっちの曲が似合うっていうのはあんまりわからないんだけど、だって先輩方っていうか、まあ NJT48 のメンバーってその曲に合うようにちゃんとできるじゃないですか。私は置いといて、本当にすごいと思う。かっこいい系もできるし、セクシーもできるし、めちゃめちゃかわいいに振り切ってもかわいいし、だからこうプラスに捉える、プラスに捉えるというか、あこれそういうことかって思ったのは、
あの私たちが上手にやりすぎてマッチしすぎた、その曲に。そうそう、スキルがねすごいもう完璧すぎちゃって、だって実際さ天使のしっぽの時だってさ、みんな天使のしっぽめっちゃ良かったよって言っててさ、キャンディーやった今日もさ、みんながキャンディーめっちゃ良かったよって言ってくれてるってことは、結局どっちもさ、あのポキにかかれば ちょっと疲れた、もうやめようかな寝ようかな、これから。やばいんだけど、何分今充電溜まったかな、さっき 4% だったけど、はあはあ、よいしょ、あ溜まってる、 22% になった、ちょっと48分か、 OKOK、 ちょっと待って、言う。でもな DMM 見てから寝たいんだよな、どうしよう、なんて言った私今、今なんて言った、 DMM 見たいって言ったか怖すぎ怖、めっちゃ怖い、なんて言ったっけ、なんか無意識で喋ってるのかな、寝言？あ、寝言かもしれない、なんかこんなさ、先輩たちはこんな
だってこんなもんじゃないでしょ、先輩たちがやばい時って。なんか話そうとしたんだけど、なんだっけ、そう、あのさ、黒板見た、公演来てくれてた人、黒板見た、伏線回収した、ちゃんとあの尻尾とさキャンディーになってたでしょ。こうやってあの黒板書いてる時に、黒板書いてる時、あのこれ気づくかな、披露する前にってみんなで話してたんだけど、 いや多分気づかないと思うんですよねって。みんな気づいてないでしょ。あ、そういうことだったんだねって思ったでしょ。土の子ってドット模様のキャンディーだわ。100回目はほんまありがとう、そう匂わせてた番。昆布、どっちが昆布に見えたの？どれ？どこの話？本当に楽しかった。好きだな、やっぱり。あ、今日行ってよかった、ありがとう。そう、私呼んだから、みんなのこと来てねって。絶対見てねって。楽しみだね。昨日の夜のメールから書いたしね。でも何もないよ、本当に何もないんだよ。6人の6人この6人できる最後のラーメン部っていうだけなんだよ。言って可愛い対決やりまーすって難しいんだよね、匂わせってどこまでしていいか。ごめんね、モチベを落としてしまって申し訳ない。平日だったのがね、ちょっと悔やまれた。ぜひ DMM さんで何度も見てください。ゆな、ななみさんの歌声も好きなんだよね。ずーっと言ってんの、ななみさん歌唱力出てください。私1年前ぐらいからずっと言ってるんです、ななみさん歌、ななみさんの歌私大好きなので 歌唱力出て 出ましょうよってお誘いしてる。でもちろんリリノの歌も大好きだから、その3人でねパフォーマンスできたことがすごく嬉しかった。あ、ラーメンワンダーランドに限らずなんですよね。
何でも楽屋で全然アイドルじゃない曲歌ってらっしゃる時も、他のグループさんの歌を歌ってらっしゃる時も、公演の中での歌も好き。ねえ、なんで今回ね月曜日だったんだろう。よく今頭の中でいろんなことを考えたらさ、なんかもうちょっとね、こうみんなが来やすい日はなかったのかなって。月曜日そりゃさ、県外ですの方はさ、お仕事してそのままなんで来れないね。たくさんラーメン食べてくれたのに。ラーメンブイブイ毎回平日な気が、そんな感じがするよね。いやもうそう思う。しょうがないのかな。でもみんなに来てほしい。結局57分にまでやったわ。よし、 DMM 見よう。に入って、そうだよね、お疲れ様です皆さん、お仕事。あのひなさんの配信終わる時のやつ好き。あ、違う、配信終わる時じゃない、始まる時通知来たらすぐ行って、お仕事、学校、育児、家事なんとかお疲れ様ですって言って、あれ好き。なんだっけ。はい、寝まーす。ありがとねーみんな。じゃ、壇上読みまーす。13位ジンジンありがとうございます。12位音速の貴公子さんありがとうございます。1位アベベポキさんありがとうございます。10位ゆきさんありがとうございます。9位片山さんありがとうございます。8位よこりんさんありがとうございます。7位かじゅぽんさんありがとうございます。6位ひろいちさんありがとうございます。5位きっともえラインキャンディーさんさんありがとうございます。4位ひよりげたさんありがとうございます。3位たかたんさんありがとうございます。2位まこいもさんありがとうございます。1位ともおさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。あ、そう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 、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様。それそれ好き、大好き。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。じゃ、また明日。みんな頑張れ。明日も。おやすみ。ごきげんよう。バイバイ。